皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はユーロトラックシミュレーター2ですね、やっていきたいと思うんですが、久々にプロジェクトジャパンモッドを導入して日本の道ですね走っていきましょう。ということで今高山市内かないるんですけど、今回このボルボのトラックですね。一応なんかこんな感じ、猫ちゃんがいっぱいいる感じですね。猫ちゃんがいっぱいいる仕様にしたんですけど、これで行ってみましょうか。いや、猫ちゃん可愛いですね。これもモッドなんですけど、すごい可愛い。動くんですよね。まあいいや、進んでいきましょう。ちょうど、山田うどのとこからですかね。右出れるかな。あー、なんか車両も増えたのかな。いいですね。車内、騒がしいですね。それ正面どうなってんだ。で、左側通行ですよね。これが久々な感覚だな。最初ゆっくり行きましょうか。あー、違和感がすごいある。ちょっと高山市内ドライブして、おー、それからどっか配送先決めていきましょうか。これ駅前ですかね。もうこんな立派なターミナル前からありましたっけ。そこ入れんのかな。あ、行けそう。あ、大型侵入禁止になってるけど、ちょっといいかな。猫ちゃんが伸びして、はいはいはい。おー、すごい、そう、入れる入れる。あ、ここも入れるのか。タイムズちょっと入ってみましょうか、行けるんだったら。東横インのご利用のお客様は15時間無料だ。いいですね。あ、すごいすごい。おー、あー、すごい。ちゃんとこのパーキングの、なんていうんですか、板も上がるようになってんのか。すごい細かい。これいいですね。あ、このパーキングのやつ。リアル。よいしょ。出れるかな。いやー、細かいですね。そこで生産所もちゃんと作られてる。いいですね。これ駅前ロータリーですよね。はい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 。教習車も止まってる？これで見てみましょうか。あ、いい感じですね。はいはいはい。あ、で、そこがバスターミナルになってんのかな。お、大型だとちょっと狭いぞ、ここ。こうしてぶつけそう。左ですね。あ、でも駅前のお店もなんか変わった気がしますね、この辺り。ホテルルートウィンがある。はい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 。そこは前入った気がするけど、変わってそうだな。トレーラー引っ張るともう入れないですからね、この辺り。いやー、すごいですね。いい街並み。なんかもうこう、街の密度が上がった気がするけど、気のせいかな。ガソリンスタンドもありますね。コーヒー、あ、ホットドッグ屋さん、それ。ホットドッグ屋さんがある。危ない。ぶつけそう。あ、その先の道、まだ走ったことないとこありますね。レンタカー屋さんとか、やっぱ日本の道はちょっと圧迫感ありますね。大型で走ると。よいしょ、踏切なんで、一時停止していこう。はい。よいしょ。
こんなとこあったかな。ここ左行ってみましょうか。大渋滞かな。ちょっとこれ大変そうですね。ここなんか詰まっちゃってんな。はい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 、はい、こっち側から行ってみましょうか。あ、松屋がある。じゃあちょっとお仕事探していくか。ここら辺もなんか広いですね。ああ、そこになんかある。嘘、そこ。あのハードカンパニーも入れてるんですけど、そこから配送できんの。事務所あるぞ、すごい狭いところに。ここ行ってみましょうか。めちゃくちゃ狭い。出れる、これ。これが追加されたところか。狭っ。狭っ。あれはなかなかですね。そこから行けるんですよね。猫ちゃん見てるけど。ゆっくり行ってみましょうか。いや、ギリギリだな。ミラー畳まないとぶつけそう。あー、なんかありますね。すごい。お仕事見てみるか。じゃあ今回は岐阜県高山から神戸ですね。じゃがいも22トン、結構重量ありますね。出るのが大変そう。でなんか寄り道、いろいろ下道走りたいですよね。あー、そこか。出しにくい。めちゃくちゃ出しにくいな、それ。なんだ、ここの会社。あ、すごい。鳥居がある。何これ。で、トレーラーつなげたら一緒に撮りたいですね。いけるかな。無理やり入れた。実際の交通規制や道幅に注意して走行してください。よし、じゃあ、じゃがいも配送ですね。あ、いいですね、いいですね。とりあえず一度そっち側に出て、行きましょうか。めちゃくちゃ狭いっていうか、これ出れる。とりあえず一度左出て、ぐるーっと回って出てきましょう。よいしょ。ああ、いいですね、いいですね。これを取りたかった。はいはいはい、はい。スペースあるんで、このまま U ターンして、まっすぐ出る感じですね。いや、でも狭いですけどね。ここはなんか、社長が止めるスペースなんですかね。めちゃくちゃ邪魔ですね、ここ。駐輪場なのか。いや、狭すぎだな、これ。引っかかるでしょ。一足で。いいや、この狭っ。いやー、まあでもいけるか。おお、何の音。なんかすごい揺れる。なんか揺れてる。なんか揺れてるけど乗り上げた？あ、とりあえず出れたかも、出れたかも。あ、出れましたね。よかったよかった。あー、なんか大渋滞ですね。それさっきも混んでたところか。すごい渋滞になっちゃってるぞ、そこ。そのバスがずっと止まってるんですよね、そこ。直進方向です。さっと行きましょう。大渋滞になってる、ここ。早く行かない。あ、すごいひどいことになってますね。なんか左がない、これ。こんなのもなかったの。あー、待って待って待って、これ。ムービーがある。あ、すごいすごい。ビューポイントありますね。
なんかそこも面白そう。入れるようになったんだ。なんだこれ。あそこでも仕事を受けれるってことですね。高速道路の工事現場か。ああ、ありますね。今度ここ受けてみたいな。面白そう。岩のところ、かなりギリギリにしたな。なるほど。ビューポイントが追加されたのか。前までビューポイントなかったですよね。いいですね、ビューポイント。ああ、ぶつける。とりあえずここ、車がすごい溜まってるんで、急いで出ちゃいましょう。日本マップいいですね。それ左側行けそうな勢いだけど、怖いですね。真っ暗。あー、狭。やっぱユーロで左側通行慣れないな、まだ。ここ直進ですね。直進方向です。じゃあ、なんかラリー用のトラックみたいなのがいたけど気のせい。あー、狭。頑固やじラーメン懐かしいですね。まもなく左方向です。この先左と。なんか街並みもだいぶ変わった気がするな。よいしょ。いいか。狭いぞここ。ちょっと高速乗る感じ。あ、でも下道ですね。おお、こんな道あった。わあ、いいですね。眺めがいい。あ、これ寄り道ポイントか。あ、これが通ってないところか。あ、そっち側もなんか行けそうな感じでしたね。なんかシークレットっぽい感じでしたよね。あ、バイクだ。こっから行けんのかな。ちょっと行ってみましょうか。あ、そう、一通になってんのか。あ、なるほど。これはまずいことになったな。抜け道みたいな感じで、まあ、なんとか通れそうですけどね。はい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 。これさっきの場所ですよね。一通ではないのか。あ、なんか相場屋の出前のあれがあったな。バイクも走るようになったんですね。あぶない。あ、一通じゃないですよね。はいはいはい。あ、出れる出れる。おお、あ、採石場は移転しましたって出てる。ここ対面通行なの。狭そう。あ、またどっかの集落か。あ、その先右なんですね。なるほど。それまっすぐ行くと峠道の方か。右方向です。鯉のぼりですね。こう左と。ああ、そこはなんかありそうですけどね。それなんかありそう。今度行ってみましょうか。ぶつけそうで怖いですね。それな、何乗ってた最後。あ、富山県入りましたね。
こっから富山県か。狭いぞこれ。相当狭いぞ。うわぁ扇のようなカーブですね、ここ。よいしょ。すごい道。あ、なんか車止まってるの。なんだ渋滞してる？あ、渋滞してますね。ここかなりきついですね。ちょっと待っときましょうか。それ前が行くまで厳しいと思うんだよな。対向車来たら大変ですよね。止まらないってこれ。ああ、なるほど。そういう感じか。ここ左ですね。いやー、道もなんか変わりましたね。こんな道なかった気がするな。あ、この先で確か高速乗る感じだったかな。富山市街まで16キロですね。あ、また建物増えてきた。三輪車が走ってる。これを、こっち側か。ああ、綺麗ですね。この花壇がすごい綺麗。これを左、あ、そこもなんか入れる場所があったな。なんかこう入れる場所増えてますね。が狭い。めちゃくちゃ狭い。ぶつけそう。右にレーン移動が必要です。ETC レーンかですね。いや、狭い。で、右側か。高速乗ってきましょう。加速してきましょうか。うわ、合流ゾーン短い。入れさせて。ありがとう。高速ですね。神通川か。アート引越センターある。あとドライバーの名前まで書いてあるけど。もう細かいですね。あ、こっから石川県ですね。入った入った。高速降りましょう。金沢出口ですね。あー、狭い。はい、この先金沢港方面ですね。右に寄って、この丁字路が結構混むんですよね。あー、そのハイエースが譲ってくれそう。すごいところに止まったな。譲ってくれたっぽいんですけど、あー、ぶつかりそう。よいしょ。港来ましたね。で、そのままフェリーに入る感じですね。誘導員がいる。はい。よし。じゃあ、金沢から大阪まで12時間ですね。夜になりそうだな。大阪ですね。この辺りで休んで朝にしましょうか。夜もいいんですけど、ちょっと景色見ていきたいですよね。多分ここが、ああ、泊まれる。はい。ちょうど朝でしょう。ああ、いいですね。時間が。まあ、時間は仕方ないんで、諦めてもらいましょう。このコンビニやたら駐車場広いですよね。ここを左と。左方向です。はい。その、カブかな。これも初めて見ましたね。何人前運んでんのこれ。15人前ぐらい運んでそうですよね。あ、だるまが後ろに積んである。
よくわかんないけど。なぜかだるまが。どういうことなのこれ。最速ナンバーワンって書いてある。やりたい放題だな、それ。危なかったぞ、今。ぶつかりそうじゃなかったでした？いろいろとやりたい放題な蕎麦屋さんでしたね。間もなく右方向です。はい、じゃあまたこっから高速乗ってきましょう。右方向です。でも右か。この辺りも少し複雑な感じでしたよね。はい、ここら辺の景色もいいんですよね。観覧車が見える。兵庫県ですね。工場地帯をずーっと走る感じですよね、この辺りは。まもなく到着ですね。配送先は狭いかな。いや、リアルでも久々に関西方面も行きたいですね。2号線か。これ初めて行く場所っぽいな。とりあえずナビ通り行ってみましょうか。その辺りから入りそうだけどな。あー、いかん、止まれないかも。よいしょ。あー、ちょっと待ってください。マップで。あー、なんかすごい道のりだな。トラック、進入禁止なんですけど。ここですね。大型進入禁止だ。あー、いかん、止まれない。ごめん。取られる。ギリギリ。ギリギリアウトな気がするけど。ここを右。こんなとこあったかな。初めてかも、ここ来るの。ゆっくり行きましょうか。どうなってんだ。あー、桜がすごい綺麗。そこで一枚撮りたいですね。あー、すごいな。住宅街の中か。あ、左手も桜だらけですね。後ろが渋滞してるけど。はい。あ、その工事現場みたいなところかな。まもなく右方向です。あー、そこですね。なんかクレーンがあるところか。げ、狭そう。どこに止めんのこれ。あー、そこか。スペースあるか。あー、でも行けそうですね。いや、狭いな。その前の部分がかなり厳しいと思うんですけど。押し込む感じで行かないと。いや、狭い。めちゃくちゃ狭いですね、これ。こっちが左バックですもんね。見えないんですよね。これでもう、一度そのお尻部分を入れて切り返していくか。頭は抜けそうじゃないですか？ OK ですね。頭は抜けた。もうちょっと。角度つけて。OK ですね。これで切り返せば、入る。OK、OK、OK。よいしょ。あ、よかった。狭い。やっぱり狭いな。はい。とりあえず、OK でしたね。普通に逆でやれば早かった。そこで U ターンして、右で曲がれば早かったですよね。まあいいや。
下ろせばいいんですよね。はい。すごい報酬が